ってまいりました。タイマイネス VS 南国ネス。さあ赤い帽子がタイマイネス、緑の帽子が南国ネスですね。さあどちらが全員1ネスか決めていきたい。さあヘッド対空うまくてトスが追いかれて、さあ置き攻めができる。野球をしていく素晴らしい。しおっとこれは温まるやつですね。なあおーっと PK さんだったやつに。さあトスが痛い引いて、あーっと痛い、これはこれはやってしまいましたね。さあ無敵逃げ早いですね。メス使い特有のヘッドが当たるがまだバッとバッと死ぬ、知っている。さあアピールしていく、アピキャンを見せていく。しっかりねこうテンションを上げていきたいですね。さあ投げからどうする。さあ上スマ当たらずにヘッドトス後ろ蹴り。さあピッチサンダー後ろ蹴りで、あこれはあーっとさあ煽っていく。タイマイネス、あー解かれたね。ジャックジャックジャックからの、さあさあ叩き起こして、おっと投げて前提でちょっとジャグで叩き起こして叩き起こして、さあ下スマッシュ当たらずに上でバースト。さあタイマイネス有利ですね。これは元気がいいですね。元気がいいですね。どうやら PK サンダー条約は破棄されたようですね。さあヘッドであと上に当たらずに、さあトスが置かれて投げてこれは決まるか。サンダーをなんだ、あーっとタイマイネス勝利。2作ですね。そうですね、日本選手ですね。日本選手PK サンダー出す出す詐欺でしたね。出す出す詐欺ですね。あれは意外と効くんですよ ね、 そうですね。さあ南国選手非常に嫌そうですね。これはさあ始まっていった。キャラは同じなんですけどプレイヤー性質が全然ね違う。そうですね、同じネスといえ火力の取り方にも差が出る。さあコンボを決めていく。やはりうまいですね、さすが。さあキュンキュンで、さあ早いトスが置かれているが当たらずに、さあ後ろ蹴り、おっとトスが入ってウエスマ NA、 あーっと最後さあ当てて投げて、これはサンダーを取るつもり。さあいやこれは投げでいいですと。さあバースト、ファンストック同士並んでいく。さあ固められてサンダーが消されてしまった。これがあるからねスミラーは。さあトスが、トスから投げ硬い。さあヘッドで対空してメテオ、繋がらなくても大丈夫と。さあタイマイネス勝利に王手をかけていく。あっとどうした。さあこれは復帰できない。さあ取り返していきたい南国です。ヘッドが当たってウエスも当たらず、しかしトスが置かれている。さあヘッドが強い。 NA が長くてバースト。いやータイマイ選手素晴らしいですね。